国王情報というのが載っていて、これがめちゃくちゃ面白いんですよ。国王情報何かというと、はいたーい、アハゴン、あずさやいびーん。さあ、久しぶりの琉球沖縄本レビューでーす。デジ久しぶりですね。最近ね、うちのチャンネル見たよっていう方は、なんだろうと思うかもしれません。少し説明させてください。以前ですね、琉球沖縄本レビューというコーナーをこのうちのチャンネルで行っていました。そこでは私のおすすめの琉球沖縄本ですね、それを紹介していました。でね、結構反響があって、ちょっと私もね、普段沖縄の本たくさん読むので、まだまだ紹介したい本があるんですよ。で、久しぶりにコーナーを再開させました。今日紹介する琉球沖縄本レビューはこちらです。じゃん、首里城ハンドブックです。もうね、私がデージ愛用している本です。で、このね、首里城ハンドブックっていうのは、もちろんこのタイトルの通り、首里城に関する情報がたくさん載っています。でもね、ただ首里城だけじゃないんですよ。沖縄の情報ね、で、あと琉球王国時代の国王の情報、人々がどんな生活をしていたのか、で、この首里城の建築様式とか空間とか琉球王国時代の歴史、こういったことも載ってるんですね。この一冊持ってるとめちゃくちゃ便利です。で、実際に私も首里城大好きでよく行くんですけれども、うちのチャンネルでもね、何回も紹介しておりますが、この首里城ハンドブックを持っていつも行ってます。はい。で、なんかこう自分自身が、あ、これどんなことだったっけってちょっとど忘れしてしまって、なんかこう詳しく調べたいなという時に、こうさーっと開いて、あ、こういうことだったのかって、こうまた照らし合わせて進んでいく。だから私、首里城行くとめちゃくちゃ時間かかるんですよ、回るのに。でもそれぐらい魅力がたっぷりの場所ですので、ぜひね、首里城に行く方で沖縄が好きな方には、このハンドブック一冊は絶対持っていてほしいなと思って、今回これは取り上げました。で、いろいろこうおすすめする部分たくさんあるんですけれども、中でも私が面白いなと思ったのがですね、あ、こちらです。しおり挟んで、首里城で購入したしおりです。首里城しおりです。はい。国王情報というのが載っていて、これがめちゃくちゃ面白いんですよ。国王情報何かというと、琉球王国時代の国王がどんな暮らしをしていたのか、まあ、琉球王国の国王ですね、第一尚氏王統、第二尚氏王統と2つの王統に分かれています。尚氏王から聖徳王まで7代いらっしゃいます。で、第二尚氏王統が荘園王から荘太王まで19名、合計26名の国王が450年間で存在していたんですけれども、この国王がどういった暮らしをしていたのかということがこの本にね、載ってるんですね。で、今回のこちらの本に載っているのは第二尚氏王統のデータのみではあるんですけれども、ちょっとね、これピックアップしていきたいと思います。第二尚氏王統は19人の国王がいました。で、まず最初に、国王がどんな食事をしていたのか、皆さんご存知ですか？どんな食事をしていたと思いますか？これ私びっくりしたんですけれど、国王の食事というのは、ご飯、汁物、そしておかず数品。意外と質素です。だから、ゴーヤーチャンプルーとかね、もしかしたら食べてたかもしれませんよね。そう、意外とね、そんなに豪華なものをね、食べていなかった。なんかきらびやかなイメージありますよね。国王だからこう毎日フルーツとかこんないっぱいたくさんあって食べてたのかなというイメージがあったんですけども、意外と質素だったそうです。で、2つ目、国王意外と忙しかったみたいで、決裁事項の処理とか読書とか、比較的ね、結構公務がたくさんあって多忙であったということが記されています。で、第二尚氏王統に関する資料によると、これ中山政官などですね、各王の平均寿命は 43.7 歳、在位の平均年数は 21.6 年だそうですよ。これもうなんか、そうかそうかと、まあ今のね、今こう人生100年時代と言われていますが、もう100年時代と比べるともちろん平均寿命はね、そんなにね、高くはないんですけれども、この短い人生の中で国王としていかにこうね、国を繁栄させるために全うしてきたのかということが分かりますよね。妃以外の夫人、妻の数、つまり本妻ではなくて、側室とか後妻がね、当時いらっしゃいましたので、その数なんですけれども、平均的に、2.5 名だそうです。で、子供の数は平均、男の子が 3.3 名、女の子が 2.9 名ということで、なんか意外と、私個人的なこの感想なんですけど、意外と少ないなと思いました。
当時の、まあ、国王以外の王家の士族の人たちですとか庶民と比べてもそんなに大差があるわけではないんだなっていうのが分かりました。そういった国王情報をですねこちらの首里城ハンドブックに載っています。面白いですよね。こんな情報もまたこう頭の中にあるとこの情報をね元にこう首里城歩くとまた見え方がねガラリと変わってくるんですね。ぜひこのハンドブック一つあるだけでもデージ便利です。すごく残念なことではありますけれども2019年の10月31日に首里城が焼失しました。今ねもちろん残ってるエリアはあります。で公開エリアが拡大されていて、行ける範囲も広がってはいるんですけれども首里城ハンドブックにはもちろん今もう失われてしまった正殿の情報とか南殿とか北殿番所情報もちろん載っています。でかつてあこういうね、首里城だったんだなっていうことをこう思い起こしながら見てほしいですし、またうちなーチャンネルでも私が2019年の7月に取材した首里城載っておりますので、ぜひこうそれを見ながらこのハンドブックを見ながら首里城にこの思いを馳せながら見てほしいなと思います。このハンドブック一冊あるだけでデージ便利です。すごくねおすすめですのでぜひお手に取ってみてください。くね動画一平上等安さ無糖やグッドボタングッドボタンチャンネル登録もゆたしくにげさびら。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴一平二平でビタン。またやった。